デオルハムの戦い、またはデュラムの戦いは、577年に西サクソン人と西部地方のブリトン人との間で行われた決定的な軍事的な戦いである。この戦いは、チェウギンとその息子、クスイネが率いるウェセックス軍の大勝利となり、ブリトン人の都市であるグレブム、コリニウムド分のルム、及びアクアイスリスを獲得した。また、ドゥムノニアとウェールズの文化的、民族的な分離を恒久的にもたらした。アングロサクソン年代記が、デオルハムの戦いについて言及している、唯一の情報源である。詳細はほとんど記載されていないものの、この戦いは大規模な交戦であったと記述されている。サウスグロスターシャーのディラム近くのヒントンヒルで戦われた。アングロサクソン年代記の577年の項目には、その年にウェセックスのチェウリン王と彼の幼い息子、クスイネが西部地方のブリトン人とデオルハムと呼ばれる場所で戦ったことが記録されている。これは、一般的にバースの北数キロメートルのコッツウォルズの断崖の上、現在のサウスグロスターシャーにあるディラムと考えられている。西サクソン人が勝利を収め、ブリトン人の3人の王が殺された。この戦いの結果、西サクソン人はグレブム、コリニウムド分のルム、アクアエスリスの3つの重要な都市を奪取した。セバーンバレーは常にブリテンの軍事的な要衝の地の一つであり、サクソン人による征服の決定的な戦いのいくつかは、セバーンバレーを支配するために戦われた。577年には、セバーン川下流域のブリトン人の勢力を断ち切るために、テムズバレーからコッツウォルズを越えて進出したチェウリンが、この地域を掌握した。歴史家の中には、ヒントンヒルや英地にある要塞が、エーボンバレーを支配し、バースと隣接する。ローマンブリトン人の町グロスターとサイレンセスターの間の南北の連絡網を妨害したため、サクソン人が奇襲攻撃を開始し、砦を占領したのではないかと結論付けている者もいる。サクソン人がこの地を占領した後、これらの3つの町のブリトン人は団結してサクソン人を排除するための共同で襲撃を行うことを余儀なくされた。ブリトン人の襲撃は、失敗に終わり、三人のブリトン人王は殺された。追い詰められた軍は、セバーン川の北側、バースの南側に追いやられ、より多くの領土が失われるのを防ぐために、そこで、ワンズダイクと呼ばれる防御用の土塁の建設を始めたようである。この戦いによって、ローマンブリトン人は3つの都市を失ったため、大きな軍事的、文化的、経済的打撃を受けた。考古学的な調査では、これらの都市の周辺のローマ帝世紀後の時代の住居の多くがまだ居住されていたことが明らかにされた。このことは、この地域が比較的洗練された裕福なブリトン人によって支配されていたことを示唆している。しかし、この地域はウェセックスの支配下に置かれるようになると、最終的には放棄されたり、破壊されたりした。これは、サイレンセスター周辺の戦いの後にすぐ起こったが、サクソン人はグロスターとバースに植民するのに何年もかかった。それにもかかわらず、これらの地域はアングロサクソンイングランドの小王国ウィッチェの一部となった。一部の学者は、この戦いはウェールズ語とコーンウォール語が別々の言語になり始めた出発点でもあったと考えている。ゲルマン語を話すサクソン人は、イングランド南西部のケルト系民族とウェールズ及びミッドランズのケルト系民族の間の土地を所有した。その領土は8世紀にマーシア王国のアングル人によって征服されることになる。当時は陸路よりも水路の方が費用がかからなかったため、海路での接触はまだ容易に利用可能だったと指摘する学者もおり、実際にウェールズの系譜記録には7世紀にペングエルンの王の子孫がグラストンベリー地方に王朝を築いたと記されている。ありがとうございます。